おはようございます。マーティン、ダイアの役場、キンテケです。今日は鹿児島県、奄美大島、徳武大島の魅力をお話します。確かに、世界自然遺産に登録されちゃいました。生物の多様性は重要でございます。まさに、SDDs! その動物は、まあ、ルギカケス、奄美のクロウサギ、カエル、私になりたいです。奄美石川カガエル、オーストン、オオアカだとか、赤ひヒゲ。これね、ポケモン D も出てくるもの満載です。 お続きを推進おすすめです。奄美大島にはなん,なんとマングローパークがありますね。はい。奄美大島はつむぎ村越えね。大島つむぎを体験できます。あとはまあ、奄美パーク。食堂はまあ、軽飯、桜これ京飯が食べられるんです。フラスコ。あとは徳之島はまあ、ブウィンスビーチ。徳之島はなくさみかん。あとはオーシャンリゾート。ジビエカフェ、トーグラ。隠れがカフェ、いいですね。まあ、徳之島の名所。 三、あの、名称ですね。はい。やはり、いろいろ渡ってもらえるのもいいですね。やはり、まあ、暑いので気をつけてください。というわけで以上です。バイバイ。